ちょっとまたがってみようかな。ね、せっかくね、幻の愛車ですからね、もしかしたらこれに乗ってたかも。はい、こんにちは、さだまみです。まあ今日もですね、いつもお世話になってる、バイク屋さんに、来ております。まあ今日なんで来たかというとですね、まあバイク屋さんの方からですね、いつも僕がこういうバイクあったらまた教えてねって、言ってるバイクがあって、まあ2ヶ月に1回ぐらいかな、連絡もらえるんですよね。まあまあ、あんまりしつこくもなくて、ちょうどいい感覚でね、本当いつも連絡してくれてね、嬉しいんですけども、まあそのバイクをね、まあ、ここにはないんですよ、岐阜の方にあるんでね。最近こういうデザインの、なんかバイク多いよね。この、なんていうの、このくちばしみたいなね。こういうのね、多いですよね。で、あ、なにこれ。冬、ウィンターバージョンって、これの、これいいけどさ、夏どうすんの。お前かっこいいけどさ、冬って書いてあるとな、おい。ちょっとね、困っちゃうよね。今ね、その、まあ、詳しいことをね、向こうの、中津川かな、のバイク屋さんにね、ちょっと聞いてもらってますね。ちょっと時間があるんで、店内を徘徊、しておる最中ですね。お、新型の Z 線の、オレンジもありますね。この ZX10R 全然売れないな。まあ、いつもね、羨望の眼差しで見る外車ゾーンですね。この辺はちょっとね、前回、XR の点検に、まあ、オイル交換か、に来た時からね、それほど時間経ってないので、あんまり、在庫は変わってない感じはしますけどね。RC390R ね、まだこれ欲しいんだけどね、本当はこれ欲しいんですけどね、ちょっと中型はね、きついね。まあ、今回ね、探してるバイクっていうのが、刀 250cc のね、まあ、通勤車なんですよ。あれだね、この4気筒の 250cc ゾーンなんですけど、値段結構下がってきましたね、一時にね。一時クソ高かったですけどね。あ、CBR も結構中古で、まあ、安いのあるんですね。ね、パンツライトのやつですけどね。まあ、こういうのでも別にいいっちゃいいんですけどね。ハーレーゾーンね、昔は全く興味なかったですね。最近はやっぱり自分がハーレー乗ってるからっていうのもあって、非常に、見るようになりましたね。やっぱりね、あ、これローライダーですかね。ナイトロ。すごいね。ローライダーでいいですかね。間違ってたらすいません。これかっこいいよな。こういうのもやっぱりちょっとね、一緒のうちに一段乗ってみたいですよね。さて、オフ車はどうですかね。あ、ジャズ。ジャズじゃん。なんとなくしれっとこのとこに入ってるから、ハーレーかと思うよ。ちっちゃいなと思ったら、ジャズですね。懐かしいな。 KLX の125高いよね。タイヤ、これコンパウンド買ってえな。これこんなんで走れんのかな。 DR バジャ、この辺ちょっと前来た時と変わってないですね。ジェベル。あ、
でも結構オプション減りましたね。やっぱりホンダ XR、とかトリッカー、ヤマハセロー系はやっぱり入ってきてもすぐなくなりますね。やっぱりちょっとこの辺のね、WR とかになるとさ、ちょっと普通の人手が出ないからもう残るよね、どうしてもね。中古でやっぱり60万円台後半でね、やっぱりちょっときついよね、オフィシャルでね。この辺はあれですね、大型中古ゾーンですね。結構この店いい玉あると思うんですけどね。再び出てきましたね、僕の Z 線ね、はい、まだ売れてないですね。誰か買って誰か買ってください。ちょっとでも高いよね、ちょっと僕がね、無茶言ってね、高い金額で下取ってもらったっていうのもあるんですけどね。4番ですね。これあれじゃないですか、アスカデソウジさんと同じ色じゃないですか、レボですしね。ベケ JR もね、かっこいいですよね。やっぱり僕ネイキッド好きだな。まだね、国産のクルーザーはね、興味が湧かないんですよ、なぜか。なんでかな、やっぱり興味持つとね、持ち出すとこう興味出てくるんでしょうけど、これ W800 とかこの辺もね、検討したバイクなんですよね。やっぱりオールドルックでかっこいいよね。この辺は BM がアリーノ、エリミネーターか。まあ、あんまりあれですね、前回と、変わってない感じでありますけどね。スポスターね、あ、これもなかなか売れないですね。僕が検討した車両ですよ、 XL ね。ちょっとまたがってみようかなね。せっかくね、幻の愛車ですからね、もしかしたらこれに乗ってたかもしれないですね。ちょっとまたがらせてもらいましょうか。ああ、こんな感じなんだ、こんな感じなんだね。え、全然違うじゃん XR と。何この足つき、わ、すごい乗りやすそうだね。へえ、こんな感じだったんだ。やっぱりスポーツスターですけど、僕の XR は異色ですね、改めてそう思った。ボルティもね、僕の、通勤者候補だったんですよね、ボルティね。このグラトラもそうです。でバンバンもそうです。まさにここ僕の検討者ゾーンですね。安くて燃費良くて、軽くて、っていうバイクですね。ちょっとね、どれもね、決め手に欠けてたね、ここに置いてある車両はね。グラトラすごい安いんですけど、フォーク、まあ上の方のフォークなんですけどね、テンサビ出ちゃってるんですよね。そこがちょっと残念で、まあ値段すごい安いですけどね。まあ今回ね、探してもらった車両もね、10万円、台中盤ぐらいかな。でね、すっごいね、安い割には状態良さそうなんですよ。でね、逆になんでそんな安いのかっていうのがね、ちょっと不審です。まあメーター変わってるみたいなんですよ。でメーター変わってるんですけど、まあついてるタイヤとかね、バイク屋さんの、言うことっていうのは大体走行距離と、まあ僕の思う走行距離と合致してるんで、まあいいのかなっていう感じはします。このね、250TR もね、候補なんですよね。これもいいんですけど、高いんすよね、これ。中古でね、30万円台とかね、20万円台後半っていうと、もうちょっと手が出ないですよね、通勤者としてはね。ちょっと無理ですよね。こ
これも綺麗だしね、状態いいんですよね。250TR もいいんですけどね。ちょっと手が出ないな。で、TW はね、これカスタムしすぎです、みんな。どの車両も。もう、カスタム車しかないです。このね、グラトラがね、いいんですよ、結構。いいんですけどね。ちょっとね、青い方は走行距離が行き過ぎ。黄色い方はメーター減算車なんで、で、ちょっとね、状態からね、わかんないです。両方とも新品タイヤみたいなのに変わっちゃってるもんで、これだともう距離全くわかんないですよ。ただ値段は安いですね。これも一回考えたんですよ、黄色い方ね。ただ色が黄色でしょ？黄色はちょっとないよね。それでちょっと乗ってみたんですけど、ビッグボーイはいいんですけど、こっちの普通のグラトラだとね、僕ちょっと足が窮屈なんですよね。多分ね。はい。じゃあそろそろね、店員さんも情報を持ってきてもらえる頃だと思うので、まあ一旦このくらいで、今日は動画を切りたいというふうに思います。はい。いつもね、お世話になってる、バイクさんからでした。まあ今日は契約しないと思うんですけどね、もしかしたらちょっと車両を引っ張ってもらうことになるかもしれません。はい。じゃあこの辺で。